ロベルト・ヘイシンクは、オランダ・ファルセフェルト出身の自転車競技選手、チームロット・ NL ユンボ所属、ロベルト・ヘイシンクと表記されることもある。2007年、ラボバンク・エスポアールから昇格し、ラボバンクとプロ契約、ツーア・オブ・カリフォルニアで、新人賞を獲得。2008年、ブエルター・エスパーニャでは、山岳コースの、第13、第14ステージで検討したこともあり、 総合7位に食い込んだ。2009年ツールドフランスでは、第5ステージで落ち車事故に遭い、左手首を骨折して、リタイアを余儀なくされた。ウエルダー・エスパーニャには間に合い出場。第18ステージまで総合優勝を果たすことになる、アレハンドロ・バルベルデに次ぐ総合2位を堅持する、検討を見せ、最終的に総合6位に入った。2010年、ツールド・スイスでは、 南韓山岳ステージとなった第6ステージを制して、総合首位に立ち、第8ステージまで堅持するも、最終第9ステージの個人タイムトライアルで大きく、崩れて、表彰台にも届かない、総合思位に終わった。9月に、カナダで行われた2つの新設ワンデイレースで、大活躍し、9月10日のグランプリシクリストド、ケベックでは3位。 そして2日後に行われたグランプリシクリストド、モンデアルではベーター・アサガンダを破り、初代優勝者の座につき、プロツアー初勝利を飾った。2012年、度重なる落ち者での苦難を乗り越え、ツーアー、オブ・カリフォルニアで総合優勝。2013年にはグランプリシクリストド・ケベックで見事2度目のワールドツアー優勝を成し遂げた。2016年、 ブエルター・エスパーニャのクイーンステージである第14ステージにおいて長い不調から復活の優勝を獲得し自身初のグランツールでの勝利となった。ありがとうございます。